私土屋隆一郎は、今お話がありました通り6月まで株式会社 M ウェーブの社長をしておりました。その前の経歴はですね、父の、土屋家の本家が土屋薬品という薬屋さんのチェーンでございますので、そちらが、私の本家なんですが、父が医療に関係する血液検査の会社を創業したので、そちらを私は一緒に経営をしておりました。その後大手と M&A ということで合併をさせたので、簡単に言えば、悠々自適の人生があったんですけれども、M ウェーブの前の社長土橋さんという社長が急逝したので、その後ぜひということで壊れて、M ウェーブの社長に就き、5年を務めて、この6月に退任をしたところでございます。その他にもいろいろバブルの時代にいろんな事業を手掛けては、のれん分けをしというようなことをして ここまでたどり着いてきているところでございます。私6月に M ウェーブの社長を退任した理由は、この10月にあります長野市長選にチャレンジしようという気持ちがあったからでございます。6月の M ウェーブの社長、M ウェーブの総会で退任の表明をしまして、決算が終わったところで、辞したというようなことになります。なんでそんなことで、そういうタイミングで、退任したのかと、私は実は4年前にもこの市長選に大変興味があって、準備をしてきておりました。その時には、これから長野市に起きるさまざまなこと、そのことに対してどんなことができるのかということを考えた中で、市長選に挑戦したいなと思っていたんですが、4年前にはさまざまな準備が整わずに立候補を断念しました。今度のこの時点ではもう私はどうにもやむにやまれず手を挙げなければ収まらないという気持ちで手を挙げた次第でございます。この閉塞感、この停滞感、これをなんとか打ち破りたいという気持ちで、立候補を決め、立候補する予定者となることを記者会見をしたような次第でございます。閉塞感とか停滞感って漠然となんですけれども、これどういうことかというと、これからの将来に対する不安のことだというふうに私は思っております。今現在も生活がなかなか、今日のように明日が、来てくれるんだろうと思いつつも非常に不安な将来を予感している。また若い人も将来に対して大変不安であると、そういった時に何かできないかということを私は強く思っております。今これから長野市に起きるさまざまなことという話をしましたけれども、私は、人生が大きく変わった転換期がありました。それは1998年の長野冬季オリンピックです。この冬季オリンピックの時にボランティアの一人として、登録をしました。ボランティアの一人といっても長野青年会員所という団体の理事長としてですね、セントラルスクエアで行われた表彰式の5000人ぐらいのボランティアを取りまとめる、そんな仕事をしておりました。今度2018年には長野オリンピックの20周年があります。また平昌オリンピックでは長野市在住の選手がおそらく表彰台に何人も立ちます。そしてその2年後には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。この4年間、これから始まる4年間にはオリンピックという一つのキーワードでさまざまな、イベントが行われることになります。この中で IOC も JOC も東京オリンピック・パラリンピック組織委員会も長野のことをものすごく注目しております。先ほどこの、裏面のですね、
長野五輪ミュージアムが署名というところに書いてありますけれども、この時のことを少しご説明を申し上げたいと思います。小泉さんがおっしゃるように、全国で、当時30カ国ぐらいが、オリンピックの IOC、国際オリンピック委員会の系列の、ミュージアムで組織を作っていました。これは IOC がこのミュージアムを通してオリンピズムやスポーツを活性化させる拠点にしようという拠点化事業で、予算も割いている事業なんですが、ホームページを見たら日本国だけ、日本の中で一つもそれに手を挙げているところがなかった。これはチャンスだと思ってですね、2013年に、JOC の協力をいただいて、スイスまで、飛行機で飛びまして、この加盟についてのこのネゴシエーションというか下打ち合わせをさせていただきました。スイスでその IOC のネットワークの総会があったんですけど、そこに私が行ったんです。そう、一人で行ったんですけれども、で総会の会場をこう受付のところに行きましたら、謎の東洋人が突然現れたわけなので、お前は誰だと、何なんだというふうに言われたもので、私は参加を表明していた長野の、M ウェーブから来た土屋ですと言った途端に、周りの人がパッと振り向いて、長野、おー、ウェルカム長野と、よく来てくれたと、この会議に来た初めての日本人だと、ということで、どうぞどうぞと、君の席はここだということで、着座させていただいて、ネットワークの総会に出席することができました。聞きますと、今の IOC で役員となっている人たちは、20年前には長野オリンピックに関わっていた現場の人たちがとても多くございまして、それぞれの皆さんが何かしら長野と関わりがある人が今 IOC の役員になっています。タスク塚田は元気か、総一郎吉田はどうしてるんだとか、そういった名前がポンポンと出てくる中で、2泊3日を皆さんと過ごしたわけです。ことオリンピックというキーワードでは、全世界 IOC、全国そして東京が長野というものがどういうふうな行動をするのかとても注目しています。長野が東京オリンピックにどう関わってくるのかということをとても注目しています。せっかくの20周年の時に、このチャンスを生かさない手はないというふうに思っています。また、IOC では過去最高であった運営のオリンピックを2000年のシドニーオリンピックと言っていますが、冬のオリンピックについては長野のオリンピックの運営が最高だったと今でも語り草になっているということです。それはなぜか、 70% を超えるボランティアが長野オリンピックを支えたからであります。それと2つ目には、長野オリンピック、あ、それでそのボランティアの力がこの東京オリンピックに長野がどう関わってくるかということをまず注目している。それから2つ目に、オリンピックの時の資産をどのように、長野が、活用しているのかといったことをとても、興味を持っている。そういう意味ではですね、オリンピックと長野というのは切り離せないことであるし、この4年間は大いにチャンスになるというふうに思っています。オリンピック、東京オリンピックパラリンピックの時に1500万人の観光客が長野に、あ、日本に来るというふうに言われています。私はその 10% ぐらい、150万人ぐらいが、長野も気にして来てくれると観光の誘致になると思っておりますし、私はそのためのプロモーションをする格好の機会になっているというふうに思っております。オリンピックの話について今お話をさせていただきました。私の未来創造宣言という形で、今日、封筒の中にですね、政策の骨子をお配りしてございます。
ぜひともまた見て、ご覧いただきたいんですけれども、これ一つ一つ話をしていく大変長い時間がかかるかと思いますので、ぜひ一読いただきまして、ご質問等々あればまたこの後にご指摘をいただきまして、ご興味あるところの話をさせていただきたいと思います。2つだけ、お話をします。1つ目は未来を、一番上の4つの枠があるうちの一番上、未来を担う子どもたちに優先投資、子育て環境ナンバーワン都市長野市へと書いてあります。少子化、高齢化が、日本全国そして長野にも、いやおうなく押し寄せようとしています。その時にさまざまな施策を取っていかないといけないということは、皆さんのご認識もあるかと思います。今日本全国の市町村がその知恵比べになってきているというふうに思います。どんな形で、少子化高齢化を、食い止めるのか、またそうでない形で、社会を不安を少しでも取り去ろうとしているのかというのが知恵比べになっているというふうに思います。私は、今回の立候補準備にあたり、政党の支持を受けておりません。実は政党の支持を受けた方がさまざまなノウハウがあっていいんだろうと思ってですね、受けようと思ってたんですが、いち早くそれぞれの政党が、加藤さんを支持するというようなことを表明されてですね、ちょっと私の話を聞いてもらう前にそういう決定があったもんですから、あ、それじゃあ私は、一人で、無所属でそれぞれの政党支持をいただかずに進もうということを決めた次第であります。その代わりに意見交換会という形でさまざまな皆さんの意見を聞いて、それを政策の柱に組み入れていくことで、市民の皆さんの夢や希望や今長野市に対して考えていることを私の政策の骨子としようということで、歩いております。超草の根運動と名付けまして、今までに150回以上いろんなところで意見交換会をしておりまして、いつも1000人以上の皆さんとお話をさせていただくことができました。その皆さんの悩みとか、希望を合わせた中で、やはり子どもたちに対する不安というのが非常に大きかったということを感じています。保護者の皆さんについて言えば、一つ目には経済的な不安、それからお母さんたちについて言えば、就労、働くことと子育てがうまく、できていない、それから、子育てに対して、どういうような、施策があったり長野市が補助をしてくれているのかということがわからないので、お子さんを授かるべきところを、ですね、子供を産むのはもうちょっと後にしようというようなことを、考えてですね、30代後半までなかなか子供を作れない、若いカップルもいました。具体的に言うとですね、今長野市の世帯の配偶者、例えば旦那さんが働いていて奥さんがパートをしている、その配偶者の平均の月収が7万円前後なんです。そのうち保育料が2万円前後、2人目になると4万円まではいかないんですけれども、どんどん金額が増していきます。そうすると、手取りで自分で使えるお金が残りの、3万円とかですね、4万円ぐらいになってしまう。そうするとそのお母さんは働くために子供を預けているのか、子供を預けるために働いているのか分からなくなってしまうというぐらいに経済的な負担について、悩んでいます。さらに言えば、本当は子供とずっと、
一緒にいたいんだけれどもどうしても預けなければならないということで悩んでいる保護者もいらっしゃるということです。そのいった悩みがあると1人目のお子さんを授かったにしても2人目3人目のお子さんを作ろうというハードルがどん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 高くなってしまって結果人口減少を招いてしまうということになってくると思います。そういった不安をどんどん解消できるような施策を持っていくべきであるというふうに思っております。一つの、単純な、今の長野市のやっていることに対して、ここは違うんじゃないかと思うことの一つは、小泉さんのこの、ブログの方にも書いてありますけれども、放課後子どもプランの、2000円の有償化です。これ、私は2000円だからどうとかというような議論になってしまうのではなく、考えたいと思います。というのはですね、これは国の制度なんですね。放課後に子どもを、遊ばせるための場所を作りなさいということは、そういうことを推進しているんですけれども、日本国で唯一未だに無料なのは長野市だけなんです。もうすでにここで、日本一なんですね。それがですね、有償化すると、その2000円だからいいじゃないかということではなくて、私は子どもたちっていうのは家庭にとっても宝であると同時に社会にとっても世界にとっても宝であると思います。そういった子どもを育てるためには、お子さんを預ける人と預けない人の公平性の論理でお金を取る取らないというその考え方自体をもう一度見直さなければいけないと思います。そういう意味では一つの例として長野市が今、今年の4月から導入してしようとしている2000円の有償化についてはもう一回考え直してほしいと、いうことを強く考え、訴えたいというふうに思っております。その根本は、子どもは社会の宝であるといったことを訴えたいと思っているからであります。そういったことも含めて、子どもたちに優先投資では4つの、細かな提案をしているところであります。もう一つだけ話していいですか。時間もう終わりですね。まだいいですよねすいません。じゃあもう一つ公共施設の話をさせていただきます。長野市は、同等の規模の、市町村と比べて 1.25 倍人口1人当たりの市民の持つ、公共施設の面積が広いというふうな調査が結果が出ていて、これに対して長野市は、20% 公共施設を削減しようという方針を出しています。だから全国並みに公共施設一人に当たりの公共施設の面積を合わせていこうというような話が出ています。ですがこの 1.25 倍になっている理由はオリンピックのための施設がいくつかできたことプラス近隣の市町村、過疎化が進んでいる近隣の市町村と合併をしたことによる公共施設の面積の広がりが出ているという固有の事情があると思っています。私は公共施設の利用については公共施設にどん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 稼いでもらうと、変な言い方ですけれどもそういう方向性を持つべきだと思っています。 M-WAVE の社長をしていた時に M-WAVE というのは、長野オリンピックの負の遺産だというような言われ方をしておりますおりました。私も M-WAVE に行ったところコンクリートのでっかい塊でですねなんか中に入りにくいし、普通の日に入っていいのかどうかもわからないような建物だったんですがなんとかこれを生き返らせたいと、思いました。M-WAVE は、1年間の半分はスピードスケートの会場になっていて残りの半分は、いろいろなイベントを開催しています。そのイベントを開催する期間は26週間あるんですが、
私はその26週間で26個のイベントを誘致することに成功しました。つまり毎週毎週何かイベントを やってるんですね。例えば、去年嵐のコンサートを、M-WAVE で、開催しました。開催してもらいました。これ嵐を呼ぶのにね3年かかるんですよね。3年かかったんですけれども、石原裕次郎さんは嵐を呼ぶ男でしたけど私は嵐を呼んだ男ということでございます。あの嵐がですね、1週間 M-WAVE を借り切ってくれたんです。で5日間は10日間のうち8日間は準備で2日間は本番だったんですが、その10日間で、M-WAVE の、そのジャニーズさんの事務所、まあ、途中あの共同北陸さんというプロモーターがいるんですが、そこへ、請求した売上はいくらだったか、貸し管理はいくらだったか、皆さん、当ててみていただきたいと思います。10日間 M-WAVE を全館貸し切りにしました。で、8日間は準備、2日間は本番だったんですけど、それぞれちょっと頭の中で数字を、考えてみてください。 M-WAVE の売り上げは2000万円でした。意外と安いか意外と高いか、意外と安いなと思った人手を挙げていただきたい。 ありがとうございますありがとうございます。意外と高いなと思った、ありがとうございます。これを同じことを東京ドームでやると17倍の料金がかかるというぐらいなので、あの東京に比べれば安い2000万円ぐらいで、貸すことができました。これをもっと値上げすれば M-WAVE の利益は出るんでしょうけれども、まあ、条例で決まっている値段は2000万円の請求は2000万円だったんですが、この嵐の期間に長野市に来たイベント関係者とお客さんがどれだけ長野市に経済波及効果をもたらしたかということを外部の機関に調査をしてもらいました。さあそれはどのぐらいだったか、皆さんちょっと頭の中で数字を考えていただきたいと思います。10日間で4億3000万円、宿泊と移動とそれから飲食、それからお土産全部合わせて4億3000万から4000万ぐらいの経済波及効果があったと言われています。要は公共施設というのは公共施設の売上自体の課題もありますけれども、それの他にこれを使ってどうやって地域や長野市に経済波及効果をもたらすかということであります。M-WAVE は埼玉スーパーアリーナより北で本州の中で一番大きい建物なんです。この建物を、有効利用することで、市民の皆さんが、のお仕事が豊かになり、そして税収が上がるというこの流れでいくことが私は大切だと思っております。もっと言いますと、株式会社 M-WAVE が指定管理を受けているのは M-WAVE とビッグハット、それから若里文化ホールの3つなんですが、この3つで1年間で44億から45億ぐらいの経済波及効果をもたらしています。そう考えるとオリンピックの施設に限らず公共施設というのは使う皆さんのためだけの他にもこれを生かして地域貢献することをどんどんしていくべきだと思ってます。この10年間に、新庁市役所が新庁されました。芸術館ができました。スパイラルの後利用をどうするかも検討されています。ホワイトリング等々についても、検証する中で、もっと有効利用して経済波及効果をもたらすような知恵を出すことが必要なんじゃないかというふうに思っております。さまざまな言葉足らずのこともあるかと思いますが、ちょっと時間過ぎてしまって申し訳ございません。私の、トークの時間とさせていただきました。ぜひともお見知りおきいただきまして、いろいろな、
ご助言、お知恵をいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。せっかくですので、何かご質問とかご意見とかありましたら、ちょっと受け止りたいと思います。いかがでしょう。じゃあお願いします。私は伊原でございます、はい、地元の人間でございます、はい、先日市民新聞にね、市長選立候補予定者に聞くということで、土屋隆一郎先生の56歳大ファンでした NAB 前市長というようなことで無所属新とつまし上げ、これを読ませていただきまして、はい、長野市の課題というようなところで、子育て支援、これを政策の一丁目一番地にして誠にいいことだなというふうに思います。ありがとうございます。ただしかしね、まずそこで若い年代を増やさないといけないと。どこの市長さんや議員もみんな若い人を増やせ増やせって言ってるんですけどね、長野県下のもんあれ見ますとね、南美濃は、私も長野県下回った人間なんですが、南美濃はというのは増えてるんですよ、はい、唯一増加して、それでその政策は何かといえば、この子育てに無料にしてやるとか、設備を整えてやると、あそこを誠にまあ農村地帯であるからね、それで若いお母さん方夫婦が来て、お母さん方夫婦って言われる若い人が来て住んで、それで定住して、それに対して村で予算をかけた、先ほどお話があったように、ふんだんなやっぱり子育て国の宝というようなふうに見てるということができたと思う。それでね、この長野市だって当然そんなことをやってもらえれば一番いいんだけれども、私は思うのは、今はね、結婚しないんですよ、女の人も男の人も。私の気にも、まあ、50ぐらいになる娘いるんですけど、結婚しないんです。うちがいいんだろう、お父さんがいいんだろう、離れるの嫌なのか、誠に困ったもんでね、このあたりね、なんかこれ考えなきゃいけないなと思ってました。それからもう一つはね、先日市内の空き家というので8099棟が、長野市の空き家のので、これ見ますと、まあ、小牧地区も空き家が213あるとかいうようなことで、この西和田だって空き家がだいぶ増えてきてる。そこら辺りの対策っていうものをぜひこれ考えて、まあ、特に多いのがね、山なんですよね。大岡なんていえば426って言って、もう 44% も空き家がある。これね、誠にそういうのを利用して観光と待っているって、何か考えて若いその夫婦を呼んで、まあ、学校がみんな閉校して学校がなくなってきちゃうから、どうしようもない、年寄りだけってやって、もう村と維持ができないようになってしまうというようなことなんです。そこら辺りも一つ、ぜひ市長さんになれば当然考えていかなきゃいけない。大川も長野市でございます、はい、日向も誠にこれ戸隠市もそうです。この空き家の問題もぜひ一つの頭の隅に入れて対策をお願いできると思います。以上。何か、はい、伊原さんどうもありがとうございます。2つお話しいただきました。結婚の件ですよね。私も27歳の娘がいてですね、どうもまだ結婚する雰囲気がないんですけれども、私自身結婚したのは28で、女房が27だった時に、まあ同級生の結婚というのは非常に多かったことを考えると、今ずいぶんみんな、なんですか、遠慮しているなというようなぐらいにですね、なかなか結婚
しないなっていう話があります。さらに言うとですね、結婚した後に子供ができた後に離婚するケースも増えていて、シングルマザーあるいはシングルファーザーが長野市にも多いというようなことがあります。こういったことをやっぱり具体的に対応していかなきゃいけないなと思います。さらにですね、最近結婚する中でできちゃった結婚ってあるじゃないですか。20年ぐらい前はできちゃった結婚っていうなんとなく恥ずかしいような時代だったけれども、今は逆に、いいじゃねえかと、それでも結婚して、ね、子供を育てたらっていうふうになってきている、ちょっとまあ価値観が変わってきたなということは感じます。で、結婚を躊躇する理由の一つにですね、これは私も反省しなきゃいけないんですが、お父さんお母さんの結婚生活が幸せに見えないと結婚しての生活っていうものがどんなにバラ色なのかということが、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんを見ていても本当に大変そうだし、お父さんうちはお互いの文句は言わないんですけれども、お父さんお母さんの文句言ってるし、お母さんお父さんの文句言ってるしみたいな、そういうのもなんかあるらしいんですね。だから結婚すると幸せだよということをなんか伝えたいなというふうに個人的には思っています。結婚の問題、それとさらに言うと、ご結婚されてもなかなか子供ができない、不妊治療についてのサポートも今後必要になっていくと思ってますし、もっと逆にいくと、生活が厳しいためにせっかく授かった、子供を産むところまで育てられないというような、ことに対する課題も含めて、大変根の深い話題課題かと思っておりますので、いずれにしても考えていくべきだと思っています。それと2つ目に空き家の話ですけれども、空き家はこれからもっともっと増えていきます。増えていく理由としては、ご高齢になったご夫婦、子供たちはもう外に引っ越して仕事をしている、それでどちらかがお亡くなりになった後に、残った方を引き取るといった時にですね、何十年分かの、さまざまな家財道具をうちの中に置いたまま、空き家になっている、まあ、倉庫代わりに空き家になっているものと、そういったものも全部、整理して本当の空き家になっているものとがあってですね、これというのは個人の財産なので、なかなか、これをどうしていくかっていうのは難しい課題になっているんです。ところが、長野市民アンケート、それから県のアンケートでもですね、そういった個人の資産であっても、行政が関わって、それに対して、何か動かすような形をしてほしいと希望している人たちが、70% 近くいるんです。そう考えると、今後の空き家については、やっぱり行政が関わっていく必要があるというふうに思っています。一方で、長野市内には毎年200戸ずつマンションが増えてきているんですね。マンションが増えてきていて、新築のお家も増えてきているんです。一方で空き家がありつつも、一方で新築住宅ができていて、そっちに若い人たちが住んでいるというような、バランスになっていると。そこはまあ本当に、今後の長野市の人口減少に合わせた形で対応策を考えていく必要があると理解しています。ありがとうございます。ありがとうございます。他にございますか。あ、じゃあ、はい、じゃあこのじゃあ井原さんで最後ということで、まあ、ありがとうございます。お隣にこのコンビニの隣に住んでます。あ、そうか、ありがとうございます。私、小牧地区はこういう西和田、東和田、平林っていうのは調子で13の区がございますね。その小牧の、
福祉部門の私と責任者を仰せつかっているので、その視点から一つ申し上げているのはね、はい、その乱暴な言い方ですが、ある本を読みましたところね、子供にはあんまり予算つけんでもいいと、図書理に予算つけろというようなことを書いた本がございました。で、私はそのご本の内容には賛成はできませんが、ただ子供には夢が、将来に対する夢が、図書理はもう夢がねえと、あと顔でね、帰るためだとだから、どういうふうにお年寄りが豊かに幸せに暮らしていけるかということをね、真剣に考えるべきだというような意味なんだと私は理解したんですが、そこで申し上げたいのは、今市は介護予防高齢者日常生活支援総合事業なるものを展開していると。で、まあ行政は長野市の社会福祉協議会と市役所との整合性が取られていない、今縦割り行政的なところもいろいろありますけれども、我々地域の自治活動組織も縦割り行政でしてね、だからこれはソフトの部分として我々が自分らの責任においてこれから取り組んでいかなきゃいけないんですが、すべて行政に何とかお願いしたいってもそういう時代じゃないんですね。自治活動組織、我々が我々の責任においてどう行動していくかということは大切なんですが、行動していくかと、だから大切なんですが、だから NM みたいな超大型の公共施設ではなくてね、ハードの面で言うと、まず身近な公民館、これが貧弱で、小牧なんてね、単にある部屋もないぐらい使われておりましてね、困っているという、難民市役所に行ってもお金がないせいかね、何の対応もできてませんね。で、そういう問題が一つ、それからソフトの面では行政は我々にいろいろやれやれと、二次活動組織にボランティアとしてやれと来ているけども、やる担い手がいないんですね。人間はいっぱいおる、人間はいっぱいおるんだけども引き受け手がないと、これをどうさばいていくかということが一つ。その中で行政の施策として私は問題だと思っているのはね、地域公民館、地方連での廃止になって公民館はね、交付金も地域福祉よりドサンと交付金も余分 2. 何倍余分に出してますね、ところが福祉は細々と出しか出してくれない。で、総合事業もあるこの中の内訳事業を見ますとね、年間で40万の助成金を出すって言ってるのに使い道がないんですね、お年寄りのタクシーに乗ってくる足代は認めない、飲食代は認めない、それから専門家の体操の指導士のね、講師料も認めない。じゃあ何に使うんだ、使い道がないんですね。だから40万の予算全部タクシーで使うとは思ってないし、 10% ってある上限を作ってその範囲内なら認めるとかね、もっと弾力的な我々が実際活動しやすいようなね、行政は手続きをすべきだ。で、公民館なんかはドサンと金渡して、ところが福祉はいちいち実績報告を上げないと金くれないんですね。そういう手続き面でもね、地域福祉行政は非常に煩雑になっている。こういうところは改善してくれってことを、まあ担当の部長さんの中に言ってもフラッシュがあるわけでね、答弁が全然返ってこないってことですね。だからやっぱりこれからの行政、まあ市議会議員さんに申し上げた方がいいのかもしれませんけど、それとも頑張ってもらわなきゃいけない。私ら頑張ってるからね、どうお願いしてよ、どうお願いしてよ。拍手が出てしまいました。まあ、私も頑張りますけど、ちょっと今日は土屋さんの方にお願いします。ありがとうございます。子供には予算差がなくて大人にもっていうのは、それも強烈な、話だなと思います。健康寿命を伸ばしていこうっていうのはこれ正しいと思うんですね。元気で、痛いなっていうのはいいんですけれども、健康寿命の年齢と平均寿命の年齢っていうのは絶対にこの差があって、健康である寿命の後にやっぱり何年かはどなたかの手を借りないといけない、ね、年というのは必ず来るんです。健康のままでピンピンコロリとみんなが、予定通りというわけにはいかないので、そこの部分については今後もどうしても
予算は必要だというふうに思います。プライマリーケア医療の部分でですね、病気にならないようにということでさまざまな、施策がありますけれども、どうしても最後のところでは介護がだったり誰かの手を借りなければいけないものについては、プライマリーケアでは解決できない問題だと思うので、やっぱりそっちには必要なものは必要だというのは大前提であると思います。でも子供はいらないというわけにはいかないとは思います。あと2つだけ、自治会組織あるいは住民自治協議会については、やはり150回やった中でやっぱりお役をやっている方からは、非常に、なんとかならないかっていう意見をいただいています。ここまで、住民自治協議会が、組織ができてきている中で、まだなんとなくしっくりいってないような形があると。さらにそこに追い打ちをかけて、担い手が今おっしゃられたように、いなくて、区長さん自体の担い手もなかなかいない。それなんでだっていうと、もう負担が非常に大きいと。あとはもう一つはやっぱり手続き等が煩雑だということだというふうに思います。皆さんのご意見を聞く中ではやっぱりそういった課題があることが分かってきたので、私はやっぱり住民自治協議会の、在り方についてはもう一度、折り返し地点として検討する時期であるというふうな認識です。さらに言うと行政の手続きの煩雑さですと、例えば入札等々に関係する資料あるいは補助金に対する申請の事業の時の書類が長野市は多いというふうに、言われています。書類が多いということはそれに対応する職員さんも多く必要だと、かかる時間も多く必要だということが思いますので、それは行政内の市役所内の改革ということで、もう、辞めるものは辞めようと、そういったものを考える会議、辞めるものは辞める会議という名前をつけて、そういったものを進めていきたいと思っています。時代に合わせて行政サービスって新しいサービスどん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 増えていくんですが、古くからあるサービスっていうのはそのまま残ってるんですね。これっていうのは市職員ではどうしてもこれをやめられないので、これはやっぱり、ある期間を設けてそこできちんと整理していくことで、市民サービスが、分かりやすくなるようにしていきたいと思います。はい、よろしいです。はい、はい、あ、そうですか。じゃあこれが最後ということです。あまり加藤の悪口言いたくないんだけれども、そのだけ皆さんに知っておいてもらいたいことがあるのであえて発言させてもらいますが、私は倉島、夏目、柳原、それからタスク、そして鷲田と5人の衆に使えた最後の年代なんですよね。で、この42年間勤めてる間に不祥事がなかったかというと、それは確かに労働組合と市長と市長庁の役割を与えての戦いとか、あるいは自殺とか横領とか汚職とかはありましたけれどもね、この私が辞めてから特にこの加藤市政になってから、職員の事務のミスによる不祥事が多すぎるんですよね。で、例えば当然職員としてやるべき仕事、補助金の申請、日にちまでにやるなんて当たり前のことだしさ、だから課税ミスなんだってはならないわけ。私も税務にいたことありますからね、ありえないことが最近ものすごく起こってるんですよ。で、塚田市政の時に職員会にあった交際室を独立をさせて職員研修所ってものを設置をしてるわけね。今職員研修所も何をしてるかわからんけれども、職員に対する研修、項目の意識の醸成なんてものはやってないような気がするんですよね。
だから職員がなんかおかしいし、我々の彼は大きいからやるんですよ。考えられないことがポンポンと新聞に載ってくるんですよね。だからどっか高く緩んでんじゃねえかと。もちろん市長もだし市会議員もだけどね、高く緩んでるのは。でそういうことを見過ごしてるんですよね、一般市民はね。どうでもいいやと、お上の言うことだと。昔から国会役員のことはあんまり聞かねえんだけどさ、特に区割る人は、うん、だからね、そこら辺はやっぱりもう一度ね、市長になった後の話だけども、その事務の見直しと同時に職員のね、叩き上げをもう一度ねしてもらいたいと思うんですよね。まあ、あの愚痴になるけれども、確かに加藤になってから新聞多いんです、事務のミスが。これ結局山梨市民の損失の話ですからね、これやっぱり直してもらいたいなと。ちょっと簡単なことなんでね、市長が一言気合入れれば、ちょっと我々はその市長に気合入られて42年間やってきたんだから、たとえ新市長が変わった市長になってもね。以上です。はい、ありがとうございます。はい、私が社長してた時の話ですけれども、やっぱり、自分がのタガが緩んでる時にはミスが出ました。そうじゃなくて、社長さんがその一歩先を見据えることで、ミスというのは出ないというふうに思います。私の経験から言うと、トラブルを処理することが得意な、リーダーというのもやはりいますが、トラブルが起きないようにする、ことができる人が本当のリーダーだというふうに、思っています。処理する時のことよりもトラブルが起きない前に起きることを予測してそれを潰せる、それは雰囲気の情勢であったりとか信頼感であったりとか、そういったタガが緩まないような日頃の気持ちのあり方だとか、そういうことだというふうに、経営をしてきた中で思っています。私としてはそういうふうに考えております。今の市がどうかということはちょっと分かりませんが、はい、ありがとうございました。それでは時間もね、大幅に申し訳ありません。すいません、大変盛り上がった集会になってよかったなという意味でございますけれども、今日のね、土屋さんの言葉を皆さんそれぞれに理解していただいた上で、よろしければね、お友達に伝えたこともね、していただければなおよろしいかなと思います。今日は本当にどうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。